大谷翔平、8月27日以来の1番 DH、登板回避決定で本塁打王のタイトル獲得に千年ヘベー大リーグ、レンジャーズ・エンゼルス、29日アリントン、グローブライフ・フィールド、エンゼルスの大谷翔平投手は29日、日本時間30日午前9時5分、敵地のレンジャーズ戦、8月27日以来、 1> 約1ヶ月ぶりの1番リエッチで出場する大谷は9月21日アストロズ戦で45号を放ったが、相手の4級攻め、4試合合合計134級などもあって6試合アーチが出ていないが、この日マドン監督がもう投げないと今季の登板がなくなったことが判明、残り5試合、日本人初の本塁打を獲得に専念することになった。 先発サワンハーンには9月5日に1ゴロと2三振に終わっているなど、通算でも5打席4打数ノーヒット3三振。しかし、その分真っ向勝負で歩かされる可能性は少ないはず。そんな苦手左腕を攻略して2本差をつけられたホームランービー。最後まで諦めずにプレーする。両軍の先発メンバーは、エンジェルス、1、指大谷2、2、左後セリン、3、 三名フィールド。四、トスズキ。五、イチウォルシュ。ムアタウォード。七、ミギラガレス。八、アソレンフィーフォ。九、ニフレチャー。投げジェンク。右、レンジャーズ。一、サカルフーン。二、アソカイナー・ファレファ。三、右ガルシアシ。イロー五、ニーバニエス。六、トトレビーノ。七、ナカタベラス。八、サホルト。 9, サンヘルナンデス投げ、ハーン、左。